回持っとくわ、とりあえず。おい。あー、倒した。待って、ポムさん倒しました。どうも、そうです。今回はなんとスプラトゥーン1で動画を撮っておりますということで、今回ね、スプラトゥーン1で、スプラトゥーンクラブをやっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。いや、懐かしいな、この画質の悪さっていうの褒め言葉ではないけどなこの画質の悪さとかね、音楽の良さ、めっちゃ懐かしい。なんか僕ね、データ消えちゃって、スプラトゥーン1のちょっと今初級武器なんだけど初級武器なんだけど、まあ、ちょっとスプラトゥーンクラブもやっていこうかなと思います。懐かしいね、本当に。でもルールとしては、僕がいつもやってるスプラトゥーン2のクレンボの、バージョン2のあのスペシャルとビーコンありのクレンボを今回ねやっています。あー、そっか、そっかそっかそっか、来るのか、ミサイルがあんのか、スプラトゥーン1で。今回僕ね、あのローラー持ってきまして、スプラトゥーン2だとね、縦振りっていう仕様があるんだけど、1はないんだよね。待って、やばーない。めっちゃ撃ってくるやん、なんか。めっちゃ撃ってきてるやん。ということでね。で、カライン硬化したということで。いや、これもね、スプラトゥーン2にはないマップということで、新鮮な感じがして、ちょっと、楽しみですね。待って、やばいって、やばいって。めっちゃ撃ってくるやん。やば。怖いんだけど。やばいやばい。ということで、ね。なんで、そんな撃ってくる？そんなエゴい撃ってくる？普通。まあ。とりあえず、今回使っていく武器はローラーということで、まあ、スペシャルが、これね、このスピーカーということで、なんで、スピーカーでいいんだっけ、これ。名前忘れちゃったんだけど、まあ、このね、これを使ってやっていこうかと思っております。いや、でもこれね、あんまね、無理性能というよりかはね、なんか敵を倒すためみたいな感じがあってさ、持ってくる武器ミスったなって感じがするんだよね。ほら、こうやってやるやつとね、こうやって。おい、あ一瞬で死ぬやん、まあ。とりあえずね、3分間始まるということで、このスパーテン。ワンのかくれんぼやっていこうかなと思います。やってると楽しみだな。2、1、5ということで、よし、やっていこう。でもね、ローラーね、縦振りがねなくなっちゃったからさ、ちょっとねあれだよね、なんか悔しいというか、やりづらいかもしんない。あー、これワンチャン、ちょっとスプラシューター持ってきた方が良かった気がするな。よいしょ。でもとりあえずね、スペシャルが使えるってことなんで、ちょっとこの使っちゃおうかな。これ使っちゃおうかな。待って、よし、全然壊れないじゃん、ビーコン。待って、やば。ここはどうしよう、ここに落ちちゃう。はい、全然敵おらんやん全然敵見つからんやんって。なんかちょっと時間かかって、なんかビーコン壊すのが難しいんだけど、なんかここに持っとくわ、とりあえず。おい、あー、倒した。待って、ポムさん倒しました。やったいいやん、ええやん、ポムさん倒しちゃったぞ。いや、強いな、割とこれ、このスペシャル強えな。ここいそうだな、なんか。あ、いなかった。あと残り2分なんだけど、これ大丈夫か？割とスペシャル溜まるスピード早いな、この武器。やばい、あ、この武器ってこの。で、これ、なんだか、マジで。名前忘れちゃったな。このスペシャルの。メガホンだ、メガホン。思い出した、メガホンだった。このメガホン、ここに上にそうじゃない？いないか。むずい。来た。これはここら辺に、こういう、これ撃つか。はい。あー、いないか。いや、でも、割とこれね、敵がいればね、すぐ一瞬倒せるので、強いのかな、このスペシャル、メガホン。これでしっかりとこんな感じでね、コロコロローラーしていきますよ、僕。スプラトゥーン始めた頃、僕ずっとこのコロコロローラー使ってさ、ずっとこうやってコロコロしたんですよね。懐かしいなスプラトゥーン始めたばっかの頃、ずっとコロコロしましたからね、僕。ちょっとここで、撃っていく。あー、いないか。なかなか見つかんないな。よいしょ。いやー、こんな場所、こんなのあったな、金網とか。懐かしい、デカライン。超懐かしいじゃん。ビーコンも壊さなきゃいけないんだよな。ここにビーコンあるんだわ。そして、じゃあ、ここだ、こっちだ。こっちにビーコンあるんだよ。ビーコンの音もね、2とはまた違いますね。そこもなんかまた変わった感じがして、楽しいな。ここにいたりするか？いや、マジでどこに行くかわかんない。残り42秒、41秒。これ全然どこ行くかわかんねえな。こことか。はい。全然いないじゃん。待って、今、まだ一人しか倒してないよ。まだ一人しか倒してないのがちょっとやばい。スプラトゥーン2の隠れんぼやり続けた僕にとって、ちょっと、こう、1キルってのはちょっと悔しい。ローラで運よく引いたりできないかな。こことか、なんかいるな。なんかいるな、おるな、なんか。なんかおるな。あー、誰かいた、待って。誰かいたぞ、今飛んだよね、今。待って、やばいやばい、誰か飛んだよね、今。ここら辺、向こうに飛んだよね。あー、でも時間がねえわ。あ、時間がねえ。あ、時間がねえ、時間がねえ。うわー、終わった。悔しすぎる。よーし、ということで、答え合わせでカラーイン硬化したやっていこうかなと思います。ということで、僕が見つけた方が、ベータチームにいる、このね、ポムさん一人ということで、
まあ、ちょっと感染機能がないんで、スプラトゥーン1には。こんな感じでちょっとね、僕も一緒に。なんだ？あ、そうか、ゲームパッドが声が鳴るんだった。Wii U は。ああ、そうだった。懐かしいな。ってことで、みーちゃさんがここにおったと。ここにおったのね、みーちゃさん。この方に、すぐリッシュの近くにいたみたいですね。ナイス。ということで、じゃあ、月が誰だろう。あ、結構みんな先行ってるわ。みんな早いな。みんななんか足が速いわ。てなわけで、ちょっとマロッコさんから見ていこうかな。ここに。ここもしか登れるのか、ここ。ということで、マロッコさん、ここに。おりました。このね、上か。ここか。なるほどね。僕、ここ塗ってなかったわ、多分。ここ塗ってなかった気がするな。あれ、また、メガホン打ってるよ、もう。メガホン打っていくよ、しっかりと。次が、最後に見つけられなかった MSK サンダーさんですね。こっちの方におりましたね。ここ。ナイス。やばい、降りてきた。すげえな。古いゲームなのに逆になんか新鮮に感じる。なんかスペシャルが新しいというか、なんか2にはないスペシャルが見れるから、なんか新鮮な感じがするわ。はい、ということで、まあ、こんな感じとなっておりました。で、あとは最後にね、まあ、こっちにいる、まあ、最後に僕がね、見つけた方というか、こっち、なんでダメだよ、何これ、バカ。ポムさんここにおりました。はい、ということで、次ね、僕が隠れればやっていこうかなと思います。いやー、次ってか、僕さ、ビーコン使えるルールなんだけど、僕さ、データ消えちゃって、だから何度も言うけど、データが消えちゃって、スプラトゥーンの。ビーコンが使える武器持ってないんだわ。だからもう、僕はね、もう先般です、今回は。はい、ということで、やっていこう。よーし、ということで、塩の目油田でクレームやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、こちらも、スプラトゥーン1限定のマップということでですね、このマップ僕ね、めちゃめちゃ好きなんですよね。塩のみ、ちゅう。マジでさ、塩のみ油田ってなんか、もう言えなくなっちゃってなってるんだけど、待って。ちょっと僕、ちょっとね、武器がなくて、今回ちょっと、持ってきてません、ビーコン。ごめんね。ちょっと、まあ、とりあえず、この塩のみ油田ね、僕めちゃめちゃ好きなマップでさ、もうスプラトゥーン1といえばもう塩のみ油田か、マヒマヒリゾート&スパみたいな感じでしたね、僕は。マップの形が僕めちゃめちゃ好きなんですよ、この塩のみ油田。あと、これね。この上でこうやって動いてれば、待って、登れないんだけど。登れるか？だけど、こんな感じでさ、動くやつ超好きなんだよ、動くやつ。これさ、僕がさ、スプラトゥーンを始めた頃くらいの頃さ、ずっとこの金網乗っかってさ、こうやってさ、ずっとババってやってました。上からずっとババって打ち続ける、なんか古速な技をね、ずっとやってましたね、このマップでは。不審者の頃は。ただ僕はね、ビーコン使えない代わりに、こうやって塗りをね、ちょっと頑張るんで僕は。よろしくお願いします。ただ塗り頑張っていくんで。あ、そう、思い出す。ここさ、結構強かったよね、ここ。なんかどこだっけ？あ、そう、ここだ。そう、思い出した。あ、懐かしいな。待って。ここさ、ここに隠れられるんだよね。むずいな、ふるさと。思い出す。ここに隠れられるんだよ。このマップ。そう。そうだ、そう、懐かしいな。超懐かしいな。って。懐かしさを覚えるわ。ここに、こう、そう、こうだ、こう、あ、そう。やばい、そう、こんな感じ、ここに隠れるんだわ。いいね、そこか。そうだ、思い出したわ。こういう場所あったわ。ここに隠れていくわ。スプラトゥーン2とは違って、なんかあれだね、水しぶきがなんか、細かいね、水のしぶき方が。インクのしぶき方っていう、水しぶきっていうか。お兄さん、武器何使ってんのかな？見えないんだけど、お兄さんが使ってる武器。スプラトゥーンとは違って、スプラトゥーン1、なんか敵が使ってる武器っていうの？仲間も敵も使ってる武器が分かんないからさ、ちょっとあれね、不便、なんか実況しづらいですね。大丈夫か？あ、いるわ、近くに。だから、これはバレない自信がある、僕は。お兄さんがね、僕がここに隠れてるってことを、こういう隠れ場所があるってことを知らなければ、大丈夫、僕は。見つからない自信があるわ。よし、いいよ、いるね。すぐそば歩いてるね。オッケー。でも、このね、あ、落ちてったぞ、お兄さん。お兄さん死んだな、今。なんでだよ。ね、この塩の上でのさ、こういうなんか、ね、秘密基地って感じ？こういうなんかさ、入り組んだ感じのさ、マップってあんまないじゃないですか、こういうスプラトゥーン2では。塩の上で結構なんか、高低差があるんで、結構。マップの。めちゃめちゃ僕好きなんですよね、この高低差が。やばい、なんか来てる。あーべ、ボブ来た、危ない。やばい、めっちゃ近くに来てんじゃん。やばいぞ、これ。やべ。ワンチャンバレルスある？大丈夫だよね。大丈夫。タチオパーキングとかさ、結構高低差じゃないですか。ああいうの好きなんですよね。いや、でもそろそろね、もうスプラトゥーンが発売してもう4年になるんですよね、もう。4周年がもう終わったということで。あともうスプラトゥーン2もね、そろそろ2周年になるって感じでね。もうラストフェスって、もうね、早くね？超早い。ラストフェスではもう、あと1ヶ月でラストフェスが始まるからね。なんか寂しいですよね。もうその分なんかもう、スプラトゥーン3が待ち遠しいというか、もう出てほしい。
発表してほしいな。なんかラストフェスって聞くとなんか寂しいですよね、スプラトゥーン2の。僕スプラトゥーン1はねやってなかったんですよ。スプラトゥーン1のラストフェスが終わった後に僕 Wii U 買ったので、このラストフェスの悲しみというかそういうのはあんまり分かんなかったんだけど、スプラトゥーン2でねラストフェスやりますよって言われてから、ちょっとなんかあ終わるんだってなんかちょっと悲しく、なんか寂しい気持ちになったわ。うん、だからスプラトゥーン1からゲームやってる人はそういう気持ちだったんだろうなってなんか思いましたね。はい、何の話だよこれ何の話だよ。待ってこれ、ってか待って、あ、あれ、あ、もう試合の前にマロッコさんとポムさん二人見つかってんのか。あ、やばいやばい、あ、終わったあー死んだー。あ、いいってなんか、あ、結構塗ってんねー、鬼さん頑張った塗りってな感じでね、まあ、見つからずに済みましたよ。まあ僕が鬼の時はかなり一人しか見つけられなかったんだけどね。ということでスプラトゥーンクレモね1、初代スプラトゥーンのクレモねやってみました。ということでね、これ結構ねスペシャルとかも結構ね2とは違ってミサイルだったりとかダイオウイカとかあったりするんで、ぜひ僕もそういうスペシャル使ってね鬼やってみたりとか、2にはないステージでねいろいろかくれんぼやってみたいなと思うので、そういうのが見たいよって方は高評価よろしくお願いします。いやー楽しいな、新鮮って感じがするわ。はい、ということでじゃあもしこのよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter の方でね、こういうかくれんぼを募集してるのでよかったらね参加したいって方は Twitter の方フォローよろしくお願いします。ということでじゃあまた見てください。それでは。